相手あげばたいコメントすべてに切るねまいしスタートしていくか高木さんにいせ坂本様いねえんだよ今日あれだぞ本当に面白いものしか笑い声聞こえないぞ何でも笑う頭おかしいやついねえんだあれやせなさたんさん無音の世界へようく俺の声はしてるだろとこし銀座太郎さんにいせ坂本さんいないけど坂本さんみんなの心の中にいるので大丈夫です坂本フォーーいねえよなんだ坂本が誰かの心の中にいるってお前 バーニングキンさん出てきゃお前 <laughs> ぶっ飛ばすぞお前 <laughs> JR 小久駅さん8000円 JR 京葉線の海浜幕張駅大混雑だってさ誰か一人ぐらい来いこっちに笑い声としてピアオイさん3200円わははわはは俺が切れた後にあんだよなぜ<笑>,笑いが越してんだ俺を女志坊さん3200円阪神と広島はどっちが優勝まだ待て分かるわけないだろ <laughs> どう考えたって見てねえね <laughs> そこら辺の女子さん4000円こんにちは初見です TikTok から来ましたそこらへんの女子だな戸越 <laughs> 銀座太郎さんに千頑張れ金髪負けるなガラシャツ変なスローガンいらねえわ <laughs> ピア王子さん3200円での大やめろタガオロシアケミさんうじさんかっこいいそれお前のじゃねえだろ <laughs> 闇闇王子のだろ ヤミヤミおじさんにいせん、おじさん、かっこいいっす、これが本物だ、じゃねえよ、てめ <laughs> えー。え、ミリネコさん三千二百円、うじ、1人で全部やってたら疲れない ?1 時間後楽しい、もう5分後もきついわ。ゆで <laughs> 卵さん三千二百円、無理すんない無理せざるをえねえだろ。 高木さんにせ坂本様がいなくなって一番寂しくて心細いのは宇治原様なんだからみんなで我慢しようなうまくいってねえのかよなんだ我慢しようなってブーちゃん大ちゃんさんに言せ寝ないで配信見に来てよかったああぶねえんでイレギュラーな会が喜ばしいんだよおいんとお前ちょっと一回クーラー下げろおい早くしろお前配信前にやっとけやごめんじゃねえよお前 ビア王子さん3,200円ブリペチパチンフューチャリングう、うんち坂本のうんこの音いいわ今誰が楽しいんだそれでお前笑ってんじゃねえ坂本もお前 <laughs> 深野部長さんにせかわいそうでスパチャーを送れかわいそうってなんだお前 <laughs> 頑張ってる人見てかわいそうな子ねえじゃねえんだよてめえおめえのせいでなってんだろ坂本お前えー忠吉 <laughs> さん3,200円うちさんかっこいいっす一番の仲間だもん誰がだ 坂本のこと言ってんのか仲間じゃねえ帰中だろ、あいつは。<笑>何笑ってんだ、お前。高木さんに言うて、坂本様、さてはまたドラマの撮影かなだったら嬉しい、風だわ <laughs> わけのわかんねえタイミングで。床次 <laughs> 銀座太郎さんに言って、あれ宇治原さん、今日、ヤッホー、YouTube の宇治原です。スパチャを愛するおもながですって言い忘れて、言ったことねえわ <laughs> <laughs> キリキャラだリだもんね、だって。 ミリネコさんでね坂本殿下様々の大爆笑ボーイスのサンプリング作ってやるから不在でもうまいこと言ってる感じにしなうまいこと言ってる感じにしなよってなんだお前 <laughs> うまいこと言ってんだろ今のところたけちゃんさん3200円でのおやめろ <laughs> 確かにやめろって言うよそれだってコメントに切れるっつってんだが飛び級ピーターバーさん坂本さんの SE 作ったらなんでそんなとこに金かけなきゃいけねえんだ <laughs> でも確かに もうほぼ一緒だから別にいいのかそれでもやみおじさんにせうん、さん頑張れ負けてねえよ頑張れって勝ってる方に言わないもん大体もうひどい状態の人に頑張れモーミンさん負けないでもう少し45分あるわとどう乗り越えんだこれお前 <laughs> 確かにずっとこのパターンもきついもんね確かに 高木さんにせ坂本さまは笑ったあとに解説やツッコミはされてないですお前何者だ確かにいつも笑ってるだけだった確かにたけちゃんさんさんでそういえば今日馬小屋でうじ見たよとのことですな々 <laughs> ちゃんさんにせうじさんポマル中みたいでちょっと怖いポマル中んだそれポッキー中毒か 全然受けてないじゃないか。<laughs> プロラコンさん8000円。初見ですが、初見ですが、なんだよ。<laughs> ミピントさん、色物屋だったら脱落してる。出れねえよ、まず。<laughs> ノムシーカさん3000円。お前の笑顔輝いてるな。あ、手飼ってるだけか。馬鹿にしてんのか、お前。ハハカノブチョウさん2000円。上手。お前、何俺が安易をした時みたいな言い方してんだ、お前。余裕だわ、こんな別に。歯を連呼すりゃいいんだから、お前。 とんこつブンムーマさんに一戦。今日が一番おもろいかも。大問題じゃねえか、お前。はっはは。東京ソーリーキッチンさん三千里焼け。今日も宇治原の顔見て頑張って生きてこうって思い。ために見られんのきついわ、これ。友達に。めちゃくちゃ恥ずかしいじゃねえか。高木さんに一戦。今回、高木の累計スパチャ額500万円行く予定。行く予定ってなんだ、お前。はっ。KLA さん三千里焼け。ドゥー。はっはっは。変な笑い方すんな。ドゥー。 ちゃんんさいどこがだやはっななちゃんさんに1000円。情緒不安定みたいでおも。情緒は不安定だわ、もともと。知らないだろ、お前。エンドルィンさんに0 0 0坂本さん、大好きでした。もう死んでねえわ。はっブのョさんに0 0 0みんなで笑う。届かねえわ、お前。はっ <laughs> 万蔵さん3000円。牛さん、はじめまして。最初で最後。通常馬だわ。なんで牛だお前。顔を見て、もう限界のもうに引っ張られちゃったのかお前。はぁはぁ <laughs> ゆで卵さん3200円。坂本いないなら配信やめちまえばいいって。芸人さんの相方を一番笑わせたい的なエモい話。感じたことねえよ。そんな絆ねえよ、あいつと。<laughs> 出番10分前にお前ネタまだ一回も見てないっていうやつだぞ、お前。<laughs> バラバラさんさんでねけ。林家パーコさんの笑い方を意識してらっしゃるなら、第一声の「は」のキーをもう少し高めに発音すると近づけよう。近づけようとしてねえよ。ああエンドルフィンさん二千円。坂本ちゃんが元気だった時に、うじに内緒で行った M 世、楽しかったな。坂本なんて誰とも出かけないから。ボケじゃなくて。あんな感じに友達いないんだよ、一人も。あります誰でるよとも。あいつの友達と俺たちが遊んだ時なんかあります一度も。全部俺の友達。 全部俺のお金。あいつが俺に勝ってるところは体が頑丈なことだけなのに。なのに今日風。価値ゼロです。二階堂じいさんに一戦。大きなパイオツをください。大きなパイオツをください。男が二度見するほどの。ボタンが仕切れるほどの大きなパイオツを私にください。ちゃんと歌えてねえじゃねえか。<laughs> 高木さんにいせ世明後日マジで始発で浜松に行く。一回も疑ってね。えのに、マジでつけんな。お前なんで言う前に疑われる可能性あるなって思ったけど、す <laughs> こハッピーさん3000人やっけ？高木さんの生スパ見れた？幸せ、ほいじゃ流れ。星か流れ。星見た時の喜び方じゃねえか。<laughs> 確かにりんりんりんさん1万 <laughs> 5000円。うじ。今日は泣いてもいい。泣くぐらいだったらやらないよ。配信を <laughs> 一応やってんだから泣くわけねえだろ。お前。 カノ部長さん2000円で旗振ってるお前白旗みたいに見える。やめろ、お前。ギブアップしてくださいじゃねえんだよ、てめえ。ポ <laughs> ンコツブームマルさん2000。なんか泣けるのは私だけでしょうか号泣で。なんでだよ。なんで俺が笑い声いないで切れてるとお前ら見てて泣きたくなっちゃうんだよ、お前。クロカちゃんさ、TikTok で見ると泣けてく。TikTok のやつに何て思われてんだよ、そういえばお前。<laughs> 作り笑いに頼らずお笑いのスキルを磨いてくださいっていう。 お笑いの1ページ目も知らないゴミが何か言ってるじゃないかお前明らかにこれによってこの不在を笑いに変えてるにもかかわらず何も分かってないやついるじゃないかブロックだなこいつはな気をつけろよなたまに受け身取ってやって滑ってるみたいなことしてやるけどお前らよりもお笑いのことなんか数倍分かってるからなあごめん嘘だ数倍は嘘だなぜならゼロに倍とかねえからだ <laughs> <laughs> ドドスカーピーさん3000ハハハハハハ いろんな角度から辛い時の俺みんなお前 <laughs> エンドルウィンさんごっせい坂もっちにこれでポカリとゼリーとコンドーム買った最後いらねえだろお前本当にそれ渡したら坂本がただただ俺がボケてきたと思って苦笑いするだけじゃねえかはっはっはっはも受けてねえじゃねえかよもうこのノリもお前 <laughs> エンドルウィンさんにい,いせ坂もっちゃんのゴム L サイズで足り使わせねえよなんだ使わせねえって <laughs> 二階堂じいさんにせ、みんな宇治原のこと気持ち悪いって思ってるけど、本当は違うよね。俺は知ってるよ。本当はもっと気持ち悪い。黙れもっともっとなやつが。なんでもっともっと気持ち悪いやつに、もっと気持ち悪いって言わなきゃいけねえんだ、お前。九番バッターさんにせ、りょうたさんが今日頑張って笑ってくれてるけど、宇治さんの笑い声と被った時、少し気ま、冷静に見るってなんだ、お前、今日の配信は、お前。あ被ってる時、ちょっと気まそうだな、じゃねえんだよ、てめえ。 光光さん8000円。卵焼き乗ってる。何通常会みたいに普通に送ってきてんだ、お前。今日俺がやるわけねえ。卵焼きじゃねえや。これ金髪、お前目どうなってんだってやるわけねえだろ、お前。ゴングイジョンさん3200円。先日は宇治原さんの残骸販売ありがとうございました。買えなかった方のために再販を検討していただけると幸いで。黙れ、お前。分けにわかんねえタイミングで、お前。残骸ってなんだ 光光さん8000円そのメガネってどう入ってまどの字も書けねえようなやつとなんでしゃべんなきゃいけねえんだよファインドットコムさん3000さんんウーニオオ俺のウーニオ」普通に止めろよお前のウーニオ誰かが手伸ばしてきてたんならカロー部長さんに一斉パジャマに着替えまして何早めに寝ようとしてんだお前何が言いたいんだお前パイシューティングさんに一斉その唇 奪い,たいカサカサだぞ今日分け合って40分ほど分け合ってずーっとカサカサだぞお前 <laughs> 豆太郎さんに一戦退職金であと何回投げるか60代が来んなよ <laughs> なんで60代に30個下の様子がおかしい様子を見られなきゃいけないんだよお前 <laughs> リンリンさん3 0 0 0今空気食べてるからがしおならいっぱい出るぞお前それ <laughs> 知らないと小学校の時日向里香子ってやつがはし一おならの出し方教えてあげる 空気いいっぱ食べるんだよって言ってくれたんだぞお前ものすごい頭のいい高校行った静岡で一番ビリネコさん3200円ボコ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 どう怖い怖いとかじゃねえ疲れてんだよシンプルにこっちはお前戸越銀座太郎さんにさ他の人がすでに言ってたら申し訳ないですがカメは1回の交尾に10時間以上に及ぶことがあるみたい初めて聞いたわドドスカハッピーさん3200円多分宇治の交尾は7分で終わるらしい7分なんでホンダがいいんだよ横に チャミスさん8000円、世界一周、ビーン、こんばんめ何世界一周分スパチャしてることから、もう世界一周って言っちゃってんだよ。<laughs> 中竹さん2000円、ね、世の中には4秒しかない曲があるんで、知ってるわ。なめるなよ。知らないものも知ってるわって言っちゃう人だぞ、こっちは。お前ミサ <laughs> 1万5800円、イエガー美味しい。何倍買えんだ、それで。1万5800円だ、お前。イエガーはちょっと。 薬感あるから、あのー、体にいいもんね、なんて言って飲ませてんだろ、お前。2 3 <laughs> 1万5800円。家が昨日1本飲んだ。今も飲んでる。10月はライブ行きたい。なんでベロベロのやつの感想を真に受けなきゃいけないんだよ、俺は、お前。22233200円。久しぶりにしり取りしよう。じゃあ、まず私からね。ハンモックのさ、さだよ。寝ろ、お前は。<laughs> 坂本と同じぐらいずっと寝とけよ、お前。 豚丸子さん戦隊バーツで消えろお前はもうタイで日本人が行方不明になりましたって <laughs> 消えろというふうにスパチャをしたら言われたのでっていう手紙を残して消えろお前は本当に <laughs> ジャミスンさん3000人いやー自分で釣った魚は美味しいですよね魚以外も釣っていこうと思いまーす乾杯んだそのつまんねえ飲み会15分で切り上げろお前 h l i さん頭大丈夫そう 頭大丈夫じゃないからこういう人が今までやったことないお金の稼ぎ方するような素晴らしい業績を上げてんだろうがお前 <laughs> お前の言う大丈夫は普通ってことだもんな普通なのが一番上位だと思ってんだろう永遠に60点だけ出して120点の世界を見れないまま普通の缶オケ入れお前は 銀太,太郎さんに偽お願いがあるのですが今月末にタトゥーの予約を入れたいんですけれども入れるものが決まってなくて困っております宇治原さんグリーンカレーって紙に書いて DM くれませんやめろお前本当に入れそうで怖いな <laughs> 直角三角形さんに1 0円ギリギリ間に合ったマニアのマニアがカタカナになってんじゃねえかお前 <laughs> ノブさんに偽坂本さんお疲れ様で俺が一人でやってんだよお前 <laughs> ケースバイケースケースさん三千円焼け宇治の笑いの半分は坂本でできてできてねえわ あーちゃんさんに一私にも笑ってよ。お前なんか一つも面白いこと言ってねえだろ。<laughs> 深野部長さんご一今日もありがとうございました。はい、ハンカチ、ん、血か涙かどっちだ何が流れてんだ俺から。熱いソウルか <laughs> 続いて、レイリャプさん3200円後半疲れてきたとこも可愛い後半疲れてきたとこが可愛いって言うんだったら全部が可愛いんだ出なきゃお前アイ <laughs>、はい、シューティングさんに一今キャンタマにオイル塗ってるからあと5分待ってもう終わりなんだよお前 P <laughs> さん8000円酔っ払ってません酔っ払ってねえのかよ <laughs> 直角三角形さんに一新しい症状で症状じゃねえわこれお前 P <laughs> さん3200円熱いソウルかン <laughs> リンリンさん3200円熱いソウル <laughs> 高木さん人生で熱いソウルじゃあなー